皆さんこんにちは、ペンマンギャルポーです。今日はインドの総選挙についてちょっと話をしたいと思います。私が今こう手元に持って、参考にしているのは100年以上の歴史のある日印協会の資料であります。で、まあ、それによると現在インドには28の州とそして7つの直轄市があって全部で35の地方自治体ということになると思います。インドの国会議員の数は総数で下院の方は543、したがってその543の議席に対して約8000人の人たちが今年立候補したということです。前回の選挙ではですね、だいたい1万人以上が立候補したということですけども、今回立候補者はちょっと少ないかもしれません。で、したがってその政権を担当するには過半数、つまり272議席以上を獲得しなければならないということであります。でインドの場合には選挙はこう長くインド国内の地域別で選挙を行って最終的にその結果を発表するわけですけれども、今回は4月16日から始まって5月13日まで選挙をし、そして5月16日に発表結果したと。で、そして、まあ、今回の選挙に投票できる人間の数としては男性が3億7470万人いて、女性が3億4222万人の方々が投票にいたと。で、その他にトランスジェンダー、インドとしてはですね、その性別両方を明確に判別しない、あるいはそのどっちにも属するような、そういう方々もまたきちんと認めておられて、これが約2万8000人、3万人近くいるということです。その若者の投票者が今回は530万人ぐらいが18歳から19歳だということで、まあインドがまだまだこの、若い社会であるということも言えると思います。で、まあ結果としては皆さん新聞などでご存知のようにインド人民党が圧勝しました。インド人民党が272の過半数を完全に追い越す議席を獲得し、そしてモディさんが月曜日に正式に就任式をやってインドの首相になることになりました。インドという国は日本にとっては誰が政権にとっても友好的であることは変わらないんですけれども、まあ一つは今回の選挙によってより強い政権ができたということ、それからもう一つはまあリーダーに関しても今までの新首相は非常に国民からも信頼され尊敬される学者であり、またまあ経済の専門家であり、そして本人としては綺麗なまあクリーンな方であるということですけれども、残念ながらまあ後半に入ってから
少し労力が低下したと、特にその汚職等について十分な対応ができなかったということで、少し求心力をなくしたようなところがあります。それに比べると、今度のモディさんは、最初からまあ、強いリーダーシップを求められて、国民が期待をしていると同時に、彼がグジラート州を、非常に急激なその経済発展をさせたということと、それから非常にもちろん人民党の一員であるわけですので、ヒンズー教徒であって、そして信仰ということを大切にしている方でありますけれども、しかし非常にプラグマティックな、現実主義的な経済政策をやっております。まあ、その一つの例として、例えば中国との関係においても、原則として、彼は選挙中もですね、中国に対して非常に批判的なことを言いました。しかし一方においては、その経済交流に関しては、積極的に中国の投資を受け入れたりして、また本人がグジラート州の州首相のこの在任中も4回ほど中国を訪問しております。で、中国の方も彼のそういう強い人柄と、そして今の政権の基盤がしっかりしたことなどを配慮して、彼が選挙中、中国に対するその批判的な言葉、例えば彼は、とにかくその強い政権ができれば、国内においてもみんなまとまるし、また近所の国々の態度も変わるだろうと。近所の国々の態度が変われば、インドにとって環境が良くなるというようなことを言っております。ですから国境問題などには妥協しないと思うし、だけど一方においては、その彼が首相になるということが決まってから、早速パキスタンのシャリフさんからも招待されております。で、来週の彼の就任式には、南アジア地域協力連合の首脳全員招待するということになっておりまして、インドが南アジアにおいて強い存在感をアピールしようということもやっております。また彼は、ご自分の海外、首相としての海外の訪問先を一番最初の国として日本を選ぶだろうというようなことを、本人がそのようなことも言っており、また日本からもすでにそういうような形で相手に招待するというか、日本が歓迎するという意向が伝わっているということです。日本においては、自民党が安定した国会における議席を確保し、その上に安倍さんが強いリーダーシップを発揮し、さまざまな形で、今の置かれている状況に対応をしております。インドも似たような形で強い、リーダーシップが発揮できる首相が誕生したということ、これは今後の日印の関係がさらに進化していくだけではなくて、アジア全体の平和と安定にも寄与すると思います。これからこのお二人のアジアのリーダーの活躍に期待したいと思います。今日は以上です。ありがとうございます。